サムガツもう一丁いって、おー来たー、気持ちいい、さらにさらに、うわ来たわ、マジでやばい、行きます。はい、お、並んだところぐらいや、前川くんやな、行こうか、行きましょう、入場です。はい、人気投票で選ばれたんでビレッジ行きます、勝ち取りましょう、行きます。はい、おはようございます、セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の芝生です。本日は所沢いつものお店にて俺打ち、俺打ちとは俺流の打ちっぷりをアピールすることである、故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。というわけで朝一はバイオハザードビレッジと一回打ったんですけど、あまり何もできずポコッとされちゃったんで、まあリベンジしようとは思ってたので良かったです。まあ朝一58番っていうね、割といい番号引いて、でちょっとツイッター、あ、X ね、X で聞いてみたんですけど、何打ったらいいかわからんって言ったら、バイオハザードが選ばれたので、まあ打っていこうかなと思います。で、秘宝がいきなり朝一あるんですけども、あのいつも使っているオーテクのイヤホンがね、ぶっ壊れました、挟まってちぎれて飛んでいきましたね、悲しい。ほな行きます、バイオハザード、もう簡単に説明すると、ゲーム数でクライマックス当てて、クライマックスから当てれば本ちゃんの AT と、で通常時に関してはレア子役からのパニックゾーンで当てれれば、クライマックスバトルか直撃のハザードラッシュっていう感じになってます、通常時は。だからもう至ってシンプルっちゃシンプルっすね。で朝一リセットしとった500ゲーム台のところが天井になるんで、でチェリーの成立確率に設定差がついてるんで、まあこれは要カウントって感じっすかね。でちょっと見えるかな、あ、見えてるよね今、うん、寺井一択くんが同時来店、びっくりしたね、大好きですからね僕寺井くんのこと、動画作り天才的やな思ってたんで、まさかこんなところでね開講できるとは思ってなかったんで、寺井くんは来店っぽいんですけど、まあ僕は撮影なんで、まあガンガンとこう撮影を頑張っていこうかなと思います、まあ、盗撮みたいな感じになっちゃいましたけどね、後で一応説明はしておきます、もし使われてなかったらモザイクかかってると思っといて、はい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 、もう早いね、おめでとう、もうカバネリの角台から虹トロ出たって、ここ結構サミ系やっぱりね、店長カスタム入れてるから朝一出やすいんよね。はい、でこれ全長です、まあ基本このゲーム数でいってるからあー当たらんのちゃうかな思うけどね、まあ天国も朝一リセットしとったら振り分けそこそこあるん違うかな、ちょっと、ちゃんと、あー赤字当たる、当たっちまうか、あら赤字とか結構出てたけど赤っぽいね、おい、何かが迫ってきて、何かが迫ってきてる、この辺のボイスでねモードの下とかあるけど、朝一500点以上やから、まあまあまああんま気にせんでいいと思う。あともうちょっと画面の色合い変えるわ、まあこれがいいかな、ちょっと俺の顔はオレンジ味いってるけど液晶はちょっと見やすくなってるから、この色合いでいきます。あー定格中のパニックゾーン当選率出てるね、いやかなり差あるな、特にスイカ 0.4% から 1.2% で、パニックゾーン行くと引き戻しがあるんですけど、それにも設定差があると、1で 9.8%、 6で 18.8% と、まあ今日はね寺井くんも来てるからちょっとええところ見せたいな思いますよ。年齢的には僕の方が年上ですけれども、業界的には彼の方が先輩なんで、寺井くんのだってその来店料とか見るとえぐいもんな、いつも思うけど、俺も結構全国飛び回るけど、もう拷問やんみたいなスケジューリング組んでるから、あれきついよ、よう人の形で居続けれてるわ。スクープ TV やとね、一回なごみちゃんと共演させてもらったことがあって、ゆきこちゃんもうやめちゃうんかなと、もう一回来店でおったこともあったりして、結構ね寺井くんのお話とか聞いたんやけど、結構兄貴派だっていうの聞きましたね。だから皆さんが見てるのと身近な人とでは違うっていう感じですよね。基本的にね、イーさんは邪悪な気配しか感じてないから、お坊さんと一緒、僕の友達がすごい嫌いなおじいちゃんがいたんですって、そのおじいちゃんが亡くなった時に、まあお坊さん来てもらって葬式する時に、そいつは不謹慎やからテンション上がりすぎて、自分の好きなハードコアデスメタルをそのお坊さんが乗ってる車の中でかけたんですって。そしたらお坊さんが言ったのは、何ですかこの邪悪な音楽はって言ったらしい。だからもう僧侶とか、まあ、聖職者の方々はやっぱ邪悪な音楽聞き分けれる力があるんで、イーさんも同じ、聖職者になったら高層までいけると思う。あのフリーレンのあの人みたいな感じ、フリーレンのあの人の中身はクリスの人と一緒ですからね。名前忘れたわ、最近フリーレン見てんねんけど、ようやく面白くなってきた。弱いなあ、でもこいつならワンチャン、おっとっと、ナイスリセットのゾーンっすね。
244やりました。いきます。はい、クライマックスバトル。今回は一戦必勝、キャラがまず選択されます。そのキャラによって弱点攻略があって、その弱点攻略を引ければ一撃で AT ほい。あードミトリスク、チャンス目ですね。だチャンス目引ければ無条件なんで、この攻略以外の攻略引いたら 50% でレアエクパワーが点灯して、レアエク引ければ確定と。さあ一発も引けなかったんでクライマックスセブンと。ここも一緒、チャンス目引ければ確定。あと一応全攻略で抽選もしてる。ただこの間打った時はもうほんまに対応薬引けんかったら1回ぐらいしか勝たれんかったかな。対応薬以外からの当たりっていうのは設定数あるんじゃないかなと思います。いやーこれがねむずいのよ。やっぱり決まったら気持ちいいねんけど、やばい、えいっ、ダメか。はい、え、グースした、残念。あ、さっき前兆中に強チェリー引いたんですけど、それから当選してますね。 40% を引きました。ここのパニックゾーンでいきなりぶち当てれたらかなり熱い。行動って呼んだらええんかな。パニックゾーン全攻略でフリーズ抽選、フリーズしたら CB 確定で、継続ゲーム数は10王は20王は無限。チャンス目、ワンチャン次ゲームでないか。フリーズしてる、こういうこと。パニック、はい、20ゲーム持ちコインでクライマックスバトル。えい、いや最悪、ハイゼンベルグ。ハイゼンベルグって聞くとブレイキングバットが出てくんねんけど、見ての通り強い霊薬がないのよ。だから霊薬一発引いて 50% 引いて霊薬パワーつけて勝つしかない。はい、2連敗です。まだ偶数設定した。残念がすぎるね。よかった、344ゲームモード B っすね。はい、投資は19000、初めてダニエラに勝った。行こう。いやモアテンドちょっとやばいな。一撃で1000枚以上出るの結構難しい台やから。よっ、あー、ゾミトリスク。おー、レアエク強チェリー、うれやっぱ強チェリー確定、ありがとう。かっこいいよ、ここから。悪いな、通してもらうぜ。かっこいいのよね。いやー、気持ちいい。はい、祝福の黄金獣ゴールデンアイア、はいよ、ようやく AT です。行こう。で、こっからシューティングアタック上乗せ特化ゾーンですね。平均100らしいけど1回も100乗ったことない。レアヤク弱地やけど10ゲームからのなんかないきたー。もう一丁いけ、おっ、よきた、気持ちいい。もう一丁いくか、よっ、いやー十分ナイス。40ゲーム、やっぱ増殖気持ちいいわ。またレア役、あれ、レア役で青や。弱チェ、今回は増殖せえへんかな。あー、せえへんのか。ふい、これ揃ったことない。さあ、で、こっから2択ベル外れたら終わり。あー、終わっちゃった。惜しい、あとちょっとで100ゲームやったのに。はい、95ゲームの AT です。行きます。ハザードラッシュ、曲も結構選べます。これが一番かっこいい、マッドマンズパーティーで。 AT 中はゲーム数上乗せと特化ゾーンで、特化ゾーンに行くためのチャンスゾーンがあります。で、そのチャンスゾーンが一応ゲーム数とスイカから行く可能性ありと。で、上乗せ特化ゾーンがワルプルギスの夜みたいな、継続していけば行くほどゲーム数が乗るっていう仕様になってます。あとはバイオチャンス、まあ前にもあったけれども増殖するかもよっていう3ゲーム間のゾーンですね、まあ、これだけ覚えとけば AT はスムーズに打てる。はい、終了。292枚、せめてクリスモードぐらいは行ってほしかったな。1、いやもうエンタとかその系やったらこれで引き戻しとかのあのバイオ5を返してくれ。次の当たりに期待して。 CB 自体はそこまで重くないんでね、あとはやれるかどうかって感じか。おい、パニックゾーンです。151、ちょ、天国抜けたから欲しいね。継続してくれ。フリーしてる、やった、危ねー。天国抜けたところから危なかった。あと坊主にしてからここサール癖ついちゃった。いよもうええて、ハイゼンベルグ。レア役、ほい、レア役はきついた。オッケー、あと1回レア役引ければ確定。うわ、もらったわ、うれえ。ダメんな、ゴングが鳴ったね。カウントダウンは3カウントいらねえわ。じゃあの、通してもらうぜ。道を開けな、道を開けな。おいよー、いや、金7ゾロ引きたい。一回も引いたことない。10分の1ぐらいらしいねんけどな。考えうる限り最悪やねんけど。しょべー、カットインも一回も消えんかったし。はい、これは偶数したっすね。
はい、140。お、ドートロ出ましたね。2以上、1じゃなかった、よかった。それだけで少し心が安心するというか。でも2なら死ぬよ。まあとりあえず粘る理由はできたかな。2以上っていうのが出たんで、まあただ明日ね、栃木でワロさんとゴチ盛りなんで、だからまあ2時間ぐらいかかんのかな、こっから行くんやったら。せやからまあちょっと終わる時間も考えつつやね。6やったらやめたくないって状態になるはずやから、きっと本当にそうなってくれたら嬉しいな。おいった、多分ね、前兆中に境地に引いてたんで、効果がかかって弱チャンス目からのチャンスゾーンやと思う。おっと、レークです。フリーズせんか。弱レークは結構そのゲームにフリーズするイメージなんよな。そんなことなかった。よーし、ナイス。あ、これでや。はいはい、いい感じよ。持ちコインもう29枚しかないから、ここでいかんと3万4万入ると巻き返せるかが不安。お、あ、レーク取れんのかい。おい、取れんのかい。え、でもこれドミトリスク夫人ついたら確定ちゃうの。おい、なんでもろうな。おい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 、滑ったらまあほぼ確定です。あれ、当たってたわ。バチコリいったった。チェリーか多分やけど、それでレアグパワーつくかもねみたいな演出で、実は内部的についとったとか、そんなオチじゃないかな。でチャンス目で当たったとか、まあ、もしくはその薄いところの抽選かもしれないですけど。ナイスー。おい、いやー、今回は AT 駆け抜け勘弁。おっ、オッケー、マシンガンスイカね。前と一緒です、連打で上乗せしていくタイプ。最低20ゲーム、長い時間とはに長い時間。あ、結構な553がある。はい、49。今成くんだ。おおおお、こいこい、こんのかい。あ、これ大丈夫やろ。え、わかんのか。というわけで初ですね、僕は104ゲームマナスといいね。これは伸ばしたいね、ノリに乗りたい。さあ今回最低でもクリスモード目論でいきたいっす。 OK、 いった。ゲーム数からのクリスモードですね。これぐらいは言ってもらうんだ、マジ困んのよ。8ゲーム間の間バー揃い降格状態、揃えばナイトオブファイヤーです。で1回バーカットインの保証付きで、ゲーム数はホールドしてくれてるから、8ゲームの上のセット捉えても全然いいなって感じですね。はい、でハテナになったらやばいねんけど、2択ベル外れるまでは継続すると。こらえろこらえろ。あー終わった。まあ揃わんかったけれども結構継続したんで OK とOK じゃねえけどな。ナイトファイヤーいかんことにはね、壊せんからね、この台。クリスモード一発で終わってもと。はい、325枚です。きついなー、俺悲しすぎるやろ。おい、マジでよ、昔のエンタ戻してくれや。パニックゾーンかな。はいはい、 OK、 ナイス。パニックゾーンええ感じでクリアできてるね。はい、じゃあ行きましょう。 CB です。121ゲームから、え、直撃ヒット、やったぜ。なんでやろ、天国と被ってたりしたんかな。でも上ほど直撃が多くなるらしい。このカットインの着方は揃うんじゃない。よっ、きたー、増殖確定税残数いくよ。いっぱい増える。3分か、3分か、来た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 、もう1丁増えて、はい、あ、まあまあまあいいでしょう。はずの金揃い、ぐちゃぐちゃしてる。レア役マシンガン、ナイス。はい、いっぱいいけ、結構全部1か。はい、37ゲーム、いいね、及川くんね。え、あ、終わった。112ゲーム、進化していってる。ゲーム数はなんやかんや持ちコインで耐えてんねんけどね。どっかで AT でかまさんと。おっと、ちょっと遅れてやってきたよ。強チェリーですわ。ミッション、まあ、上乗せとりあえず確定。はい、10ゲーム上乗せからのステージアップ、まあ、ナイトオブファイヤー抽選かな。 OK、 これはおるんちゃうの。ナイトオブファイヤー多分上から2番目とか、かっこいい煽りは来てるけど、ゲームの冒頭のシーンかな。マジで行こう、クリス頑張れ。3、隊長、あかんのかい、あかんのかい、隊長。モリス、強チェリー10ゲームだけやったわ。いい、おっと、このハガラール、あ、違う、モミジガレ。チャンス目、チャンス、ギリギリ間に合うか。残り1ゲーム、ここで発展するってことはとりあえずいけるやろ。ほら、欲しいもんやし、とりあえず上乗せや。おい、カーラーのバイオゾーン、ない、
終わったわ。あー、高設定した弱ですね。はい、449枚。いや、 AT 突っ込ましてんのに見栄えが悪いっていうか、見せ場がそんなにないっていう。初当たりだけ異常に取れてんの。初当たりで稼いでるって感じやな。普段あんま飯行かんけど、せっかく寺井くん来てるから寺井くんお昼とか誘いたいねんけどな。この展開でなかなか誘うのもちょっとあれやな、ぶん回した方がいいかなっていう気にもなってるし。くそ。はい、234ゲームパニックゾーン。あ、勝ちや、もらったやろ、リプレイだ。あ、パネル消えた。ウェイ、よかった。はい、というわけで投資で2万6000円ですね。ちょっと増えてきたね。まだまくれるかな。気合と根性いきます。3連敗は避けたい。ほい、いやー、もうハイゼンベルグはきついって。あ、いい音鳴った。おーし、ナイスー。あの音はね、嬉しい音だよね、やっぱり。はいよー、ベルでいきましたね。助かったわ。かっこいい。おー、ベルで赤色。あー、増殖確定や。いきます。まあ、何分割、2分割からの、おい、よし、もう一丁来い。あい、よわ、20ゲーム跳ねないように見えてね。まあまあまあ、いやー、終わったし、もう、あー、しゃあないな。75ゲーム、やっぱ金カットインどうしても吹かれへんね。で、バイオチャンスか。ナイトオブファイヤーは連れてかんとあかんねんけどね。見栄えもクソもないから。今のところ多分突入した時気持ちいいのと、シューティングアタックでなんか頑張ってる人みたいな感じやから、動画が。恐ろしい。高設定したジャック2キュッパ、2以上出てるし、4とかありそうな感じにはなってきたかな。むしろこれで6やったら8割から漏れた人になってるけど、そんな嫌な結末無理よ俺、ほんまに。はい、499ゲーム。まあでもやっぱ600とかはなかなかいかないですね。3万5000円投資。俺の引きが悪い部分もあるから、直撃が当たってるのがやっぱりね。いや、でももうハイゼンベルグはええて。グースした。くわ、きついて。もうまだ参るかどうやろな、この負けっぷり。ナイトオブファイヤーすらないのはちょっとやばいんよな、普通に。昨日までゆとり君とって、まあ、年明けてから勝ってないっていう話して、収支表見せたら芝生君最近粘りすぎって、まあ、ある程度お金入れて帰ってけへんってなったらもう引くことも大事やでみたいなこと言われた。あいつにそんなこと言われてしまった。単純にやっぱり低設定域意外のところも出にくくなってるから、なんとも言い難いねんけど、ちょっと粘りすぎてんのは自分でも自覚してねんけどさ、やっぱ僕本質として勝ちにくい台で勝つっていうのも好きなんで、どうしても多分ハマっちゃってんねやろな、良くない輪廻に。お疲れっす。全然大丈夫です。お疲れっす。いや、全然全然よかったっす、一緒になれて。いや、ほんまにまだ一緒にチンポコブラザーズと頑張ってます。うるせえな。まだちょっと機会あったら、まあ、もし行けたら飯でも行きましょうよ。ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。気をつけて。よし、寺井くんでした。今の近さで言うってことは、動画に今の乗っけても大丈夫ってことやな。もう唇触れ合いそうになって、ちょっとごめんペロリナさんってなりそうになった今。動画上がってくれよ、この回頼むから。こんな見せ場がない設定2以上のバイオやけど。いや、でもほんまにご丁寧な方やったわ。いや、もう寺井くんも帰っちゃったから、もう一人の戦いやねこれね。お、あ、一番弱いやつや。でっけえ赤ちゃん、ベビーから逃げ切れ、逃げ切れるこれは。しまらんのかい。星4やぞ、食われたわ。おい、拳で追い出しちゃったわ。347ゲーム、投資が47。いけ、頼む、当てさせてくれ、お願い。もうハイゼンベルグ以外で頼むわ。あーって言ったけど、ドミトレスクかい。カモン、いい音だれ。あー、なった、来い。お、マジかよ。あー、スイカ、あー、あー、いやー、もうやめてくれって。どうしたらいいんだこれ。栃木も行かなあかんし、もうなんだよこれ。もうこれエンディングでまた飯作るの俺。年明けてからハイペースすぎるって。もうほんまに勘弁してくれ。はい、79ゲーム当選。おー、パネル消えてた。さあ、うれしい。はい、89ゲームです。48系いきます。もうえって。あー、いい音、カモン。あー、スイカでっか。
段階落とせんかった今。ああせんかった、つら。次の AT 当たる頃に俺はいくら使ってるんやろな。よし、パニックゾーン423ゲーム OK。 ああ、6万3000円やられるわけにはいかない。もう無理、もうほんまここで通らない、無理。だったらもう次の AT でかまさな、無理。いくぞ、ザコザコでお願い。ザーッタッチ強い。もう AT 当てさつきないやん。なんかようとないか、ダッパラなんてなってないんかい。しんどいわもう俺。2か2か、君直撃はしたものの奇跡の引きやっちゃったか。はあ、もう3する、しかも深いハマりの連続やったから俺よう見たら4する目や。え、俺いくら負けた、ええの今日。オッケー、大丈夫でしょう多分。ああ、大丈夫です。まあ B の天井だと思います。 B 濃厚のところでの、前兆があったんで、300ゲームから350の間か。はい、644ゲーム。これで当たらんかったらもうやめます。8万3000円なんで。どっちにしろまくるの厳しい。 AT かなんぼハマりや、ちょっと計算してみていい？2000ゲームハマりぐらいか。そりゃこんだけ投資いくわ。お願い、もう最後 AT やらして頼む。あー、おばちゃんか。おばちゃん言うたらあかんな。でかいお姉様、ま、お願いします。本当にお願いします。いやー、おあー、よかった、2000ゲームぶりの AT や。よし、はいよ、これラスト AT。 あー、なかった。もう今日1回もねワイルドファイヤーやってないし、最後ワイルドファイヤー入れて、でありえないレンジャーさせて、まあ、巻くのはきついかもしれんけど、ある程度気持ちよくなって終わりたい。パッツローツってことはね、やっぱ気持ちよくなるために売ってるところあるから、ここでもたっぷり乗せたい。もうなんかありえへん、もう450とか。うわー、一曲キャノン、うれ、赤色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 、サムガツ、もう一丁いって、おー、きたー、キャディー、さらにさらに、うわ、きたわ、マジでやべえ、カモエビバーディ最高。12分割、8万3000円が溶けていく。は？マシンガン、よっしゃ、リプレイからナイス。うお、もうなんかもう30分ぐらい、そんなに継続せんか。27ゲーム、いいね、伊藤正志、 OK、 これいくんちゃう。あー、無理か、トリプルびっくり、青色で、それで装飾や、クールに行こうぜ。3分割、これまだ12分割まで行くんちゃう。いやー、たまらん、もうたまらん、耐えたかやった。あー、緑でした、オッケー、十分すぎ、マジで本日最大。このラスト AT に全てをかけます、今日一日を。とりあえずマストでクリスモード、ほいで、いや、マストでワイルドファイヤーやわ。こんだけゲーム数あんねんもん、行かな困るっちゅうに。赤いチャンス面、いやー、ミーヤミーヤ、これはもう1体乗ってるやろ、とりあえず。おい、ミッションかい。はいはい、それであとジェットを撃破しろ、撃破するわ俺。10ゲームからのバイオゾーンはあるよね、バイオチャンスや。さあさあ、ようやく盛り上がってきたよ。リプレイ成立すれば 50% でネクスト、レア500引いてら確定でネクストっていう感じで増やしていく感じです。ただ1回次に行ければ増殖確定で、2段階アップも1はある。はい、 50%、 おーし、ナイス。あー、ベルはねいかんと思う、行ったら奇跡。 OKOK、 まあまあまあ、とりあえず増殖がもらった、優しく。上がれ上がれ上がれ、もっともっともっと、2段階目、20ゲーム、まあ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 、よしでしょう。リプレイ1回で20ゲーム乗るんやから。虚無の時間が長すぎた今日、寺井君とほたえてただけや。 OK、 これはいってる、クリスやわ。もう何回目今日、3回目か4回目、これでも、もう全然クリスすらいかんかったんやけど、そろそろナイトファイア行ってもらうな。赤いバーゾロイじゃなくて、これからいったわ。
ようやくいったナイトファイヤー。さあクリスさんにパラパラ踊ってもらいましょうか。継続率は 4種類やったかな。 60%、65%、75%、80%、90%、 5種類やわ、まあ、中段チェリーつけたら 90% 確定するらしいんですけど、で消化中は書き換え抽選があります。リプレイで 40% レア役で 50% 以上、強チェリーやと継続プラス追撃っていう、まあ、ST 形式の上乗せゾーン。1回目は継続確定です。はい、バルコラック、この光は惑わされたらあかん、外れることもあるから。ただもしかしたら追撃取れたかも、まあ、1戦目は継続確定やから。とりあえずおい30ゲームでかい。うん、はい、書き換え抽選ね。はい、光ったレア役、強チャンス目、これは書き換えたでしょ。なんなら追撃もあるかも。もうワルプルギスみたいなもんなんで、気持ちで絶対復活する、絶対復活する、ありえへん。ほら10ゲームからの来た追撃、これ ST 形式です。3ゲームの間に上乗せすれば継続していく。僕は初めて入るんですけど、お隣さんの感じ見たところ、リプレイ引けば大丈夫っぽい。レア役か、おそらく一発は継続確定やと思う。はい、さあ2セット目 OK、 おやしナイス、レア役20ゲームチャンス目、増殖はないかな、ないね。ラスト、うん、分からんぞ、分からん、ナイス、ラスト、あ残念。ただ追撃で50ゲーム争い。さあそれで戻ります、バルコラック。はい、光ったってことは押し順でリプレイってことは継続するんちゃうかな。クリス OK、 ナイス、5ゲーム、あー強いね。リプレイ 40%、 もう一度 40%、 2連続、40%、 40%、 OK、 10ゲーム、ナイス。さあ5戦目は追撃のチャンス、継続させたい。まあまあまあ相手よな、これは弱なんか中なんか強なんかが分からん。光ったチャンス、赤いったね、さすが。さらにチェリーかぶせていくんだよなと、そして取るよね追撃。もうこんなもんね、ぶっ壊しのために存在してる、めっちゃいい音鳴ってるわ。あー、ええ音鳴ったね、祝福の音ベルできました。あー、はい、いい、残念。30ゲーム6戦目、あーでもクリスが出てきてるってことは、まあ継続期待度ちょっとはあるんじゃない。そんなこともない、あそんなことないわ、バリベル引いたもんな。いや十分乗りました、こういうのをやりたいし、こういうのを見せたかったよ、粘ってよかった。まあ言うてさっきの CB でね、いかんかったらやめてたけどね、さすがに。あ、こっからまくんのはかなり厳しいけど、どこまでやれっかやな。おー、強チェリー上乗せ確定、ナイトファイヤーもありえるよ。おい20ゲームナイス、おいクリス行こうか、はい、いけんね、いいえ、ナイトオブファイヤーです。急に行き出したな。赤色や、え、赤色やったら何かあったはず。 60% 否定です、事故らせれるかもしれん、余裕。はい、バルコラック食らうんかい、おい赤体単発か、おい赤体単発やわ。なるほど、次行きます。まあリプレイとかの書き換え込みでの継続率だと思うんですけどね。前オーバーモロ、おー来たクリス、ようやくや。いやもう一回入れてえよ、おい、いやちょっと待って、これ抜けたらマジ終わる、だ終わった、もう残り15ゲームしかないね、もうまた雰囲気だけやん、いけそう雰囲気、もう雰囲気だけじゃ勝てねえって、終わってもうた、キスした。でもやつが来るかも、おい、笑い声がこだまし、本日最大獲得枚数叩きました。もっと出せると思ったけどな、まあ、1回転だけ回してやめます、まあ、2以上出ましたけれども、まあ、グラフもちょっと見せますけれども、このスランプグラフじゃね太刀打ちできないっすわ。それではこの後は店内状況いきたいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございました。はい、まずはお隣のバイオはかなりいい感じで伸びました。引きも止まってましたけど、ね、感じなのかなと。バルブレイブはミミズっぽいですけれども、プラス1個言ってるね。からくり、こちらの方は当日最大が9700枚と、こちらの方は5700枚。で、カバネリはね、六角出た台とかもあるらしいですけど、まずこちらの方の台がグラフプラス、こちらの方も1400枚持ちですね。こちらの方は当日最大が2300。で、こちらの方も綺麗にグラフプラスになって4900枚です。で、こちらの方もガッツリプラス4100枚。で、こちらの方も2300枚。こちらの方もプラスですね、3600枚。で、こちらの方も3000枚超え。で、こちらの方も1900枚。この方が六角した台ですね。はい、もうグラフ綺麗ですね、1900枚ですけども。で、こちらの方も綺麗に1600枚プラスと。で、こちらの方のインデックスは当日最大が4900枚。こちらの方の天然は5400枚。こちらの方の天然も6200枚と。隣の方も5000枚超え。で、乙女はこちらの方が5000枚超えですね。現在まで5200枚。で、こちらの方の本気もちょっと苦しそうだ。
方は2400枚、こちらの方はモンキーすごいですね、6000枚超え。でこちらの方は2400枚で、こちらの乙女は万枚超えてます。でこちらの方は5900枚と、吉村はこちらの方が3400枚、こちらの方はちょっと落ちてきてますけども、マックス5300枚です。こちらの方もちょっと緩やかに低下してきてますけども、7200枚と、こちらの方は未だ伸び続けて7700枚超え。でマジハロ方の方がボーナス34回で2900枚、グランベルムはこういう感じでプラスですね、当時最大3000枚で、永遠こちらの方もずっとグラフプラスですね、2700枚で、ね、幼女が前代じゃないかな、六角ぐらいが結構あって、今視聴者から聞きますけど全6っぽいと聞きました。こちらの方が3000枚超え、この方は6角出てません。でどちらの方当時最大3500枚で、こちらの方グラフが綺麗で3000枚超え、こちらの方ちょっとしんどそうですけど1100枚と、でも結構ねこんな綺麗に3000枚台、まあ、4台中3台出てる幼女なかなかない。鏡も一応グラフプラスですね、56回当たっとって5300枚、鬼武者も53回 AT 当たってて当時最大4900枚、単調でもこちらの方ちょっと AT の当たりわかんないですけど2200枚出てますね。 AWF はやっぱ綺麗ですね、1700枚持ちで、2700枚持ちですね。でちょっと外されるやつわかんないですけど、このスポもね2900枚3000枚しか持ってません。今も出続けてる、多分上女がいいんか、毛もフレームも回ってて2800枚持ちですね。こちらの花火は104と7分の1です、ね、21、16回、暗くれがすごい23の16回128分の1で、こちらのピラミッドアイは2000枚出てパネル切れてるんで6画です。こちらの方は19回でプラス領域と、カードの方は20回当てられてますんでグラフはプラス領域。でこちらの方は15回で、持ちメダルが4000枚超え。乙女は一応2台並んで4000枚超えがありますね。こちらの乙女も4000枚超えですね。はい、そういった感じですかね。もろもろはエンディングでお伝えしようと思います。まあ負けちゃったけど最後気持ちよかったし OK です、とりあえずね。というわけでこの後はエンディングです。はい、お疲れ様でした。というわけで、所沢いつものお店での実践終えて栃木県に着きました。隣にはね、シャイなワロさんがイエイ今からやり上げちゃうからね、まあなんで、さっくり簡潔にまとめたいと思います。投資が83000、46名貸し出しのお店なので3818枚で、回収が最後の一撃だけで1509枚、よってマイナス2309枚となりました。下向かさ、下向くとさ、なんか頭が光と加減でハゲてるように見える俺もそうなんのかな。え、ワロさんちょっと行こう、うん、あ、いやでもワロさんの方がなんでやろうな、俺の方がハゲてんのかな。え、でも俺そんなにハゲてないよ。ハゲてないよな、うん、密度はそんなに変わらんはずやねんけど、うんうん、剛毛で有名やから、うん、剛毛から急になんか変な感じの人だよ。いや、そうそうつらまあでも、寺井くんとも出会えたし、あ、まあ、そうそう、で、初めまして。初めまして。あ、マジか。そう、寺井くんとは収録か一緒に共演するまでは絶対に会いに行かんっていう鉄の掟を自分で作ってて、芝生くん好きだったもんね。そう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 、ちょっとまあなんか嵐さんとかと近い意識だったよね。そうやね、嵐さんはもうライターとかさ、雑誌系の方々だけど、うん、そうそうそう、寺井くんに関してはその YouTube の先輩的テンションではあったよね。そうやね、だから、まあ、やっぱ動画の作りの構成的に天才やなって思ってたから、うん、負けても勝ってもあんだけ面白い動画作れるっていうのは、うん、やっぱり秀でた才能があったから、うん、やっぱほんまに会いたいけど、でも自分から会いに行ったら負けやなって思ってたから、今日ね、お会いできて、で、お昼ご飯食べて、で、寺井君とお昼ご飯食べた後に死ぬほど年止まらなくなった寺井君の呪いよな呪いよな呪霊よ、うん、あれまただから寺井君に言われたら、もうこれ以上頑張らないでください、セブンスティーンって言われてほんまにもう置いてかれちゃうんで、リカちゃんみたいなね、リカちゃんみたいな純愛だからでも、経験できたね、寺井くん。めっちゃ人当たり良かったし、わらさんも一回共演してるやんか。あーでも、普通にいい人だよ。いやね、その中でね、バイオをね、ずっと粘って、あの人はね、マクロスフロンティアでボコボコにされとったわかわいそうやで、ちょっと見ててあと、来週鹿児島から山梨行って、東京行って、埼玉行って、大阪行ってかわいそうじゃん、ほんとにかわいそうやスクープ絶対死んだ瞬間に呪霊とかするよね。そうやね、うん、スクープ TV なんとかしてやれって感じで、まあ最後ね、バイオビレッジに関しては最後ちょっといいところを見せれたんで良かったんですけども、やっぱ投資がかさみすぎると何とも無理ですね。まあ純増が 2.5 万やから、まあ無理やけど、まあでも面白い瞬間も多いだやし、何よりもワルプルギスに代用するものがあるんで、まだまだリベンジをしないといけない機種やなとも思ってるし、まあ僕のこの最後の瞬間っていうのがもっと手前で来ればね、いい一日を過ごせると思うんで、ぜひまあ打ちたい方は今日の動画見て打っていただいても構いませんしはい、そりゃそうだ、自由だろ、うん、お前の許可必要ないや全然いらない。謝罪のちょっとビレッジのモノマネしてよ。ビレッジのモノマネ、謝罪のビレッジのモノマネ、よくわからんこと言う。え、俺ゆとり君と一緒なの。はい、カメラ向いて。ビレッジ、じゃあ増殖していく時の音楽。うんうん。トゥーン、バーン、やめやめやめ。レジのハイクー、それはワールドイタ。なんちょめちょめ。以上でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。といったわけで、本日の動画、バイオハザードビレッジ、面白いなっていうところあったりとか、あ、こういう風に出していくんや。でも難しそうやけど、やっぱこう設定、売ってみたいなとか、いろいろと自分の中で妄想して楽しそうやなって思ってくれました動画に。グッド。そして今日も動画が面白かった。まあ、寺井くんとの絡み一瞬でしたけれども、そういうところとか、ワロさんとのこのエンディングで少しだけの絡みとかも、これから見ていきたいなって思ってくれましたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。あと、我々全員 SNS 等々、やっておりますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで、まあもうこの後は僕らは明日もゴチ盛りなんですが、前日からもゴチ盛りのテンションで最高に楽しい宴をするので、またそれはね、わらさんと僕の栃木のゴチ盛りが上がることをお楽しみお待ちつつ、よろしくお願いしますというわけで、また近々セブンズ TV の動画が上がると思います。そちらもよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。いや、モノマネめっちゃ良かった。ありがとうございます。俺まだ打ってないけど、うん、もう初打ち済ましたかな、ね、打て、明日だ明日か明日だ。